Spinner。 おはようございます。山本スニアです。3月1日火曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。スイスはもはや中立ではない。スイスは永世中立国としての伝統にとらわれず、ロシアに対して EU と同じ内容の制裁を科すと発表しました。プーチン政権を支える新興のロシア財閥オリガルヒはスイスの銀行に資産を保有しています。ウクライナのヴォルディミル・ゼレンスキー大統領が EU への加盟を正式に要請した。一方でウクライナ第二の都市ハリコフへの攻撃が始まり、民間人の死亡が報告されました。これまでに50万人のウクライナ人が国外に脱出しています。ロシアは財政難に陥っている。ロシアとウクライナの政府高官が会談する中、ロシア通貨のルーブルは急落し、ロシアは対抗措置として制裁を発表しました。中国はロシアとの関係を強化し、ロシア国営ガス大手のガスプロムは中国との大規模な取引を発表。同時にイギリス石油大手のシェルはガスプロム関連のすべての共同事業から撤退しました。アメリカの防衛関連銘柄が上昇している。ロッキードマーチンやノースロップグラマンなどの軍需メーカーの株価は紛争の激化に伴って上昇しました。気候変動の緩和に向けた取り組みはしばしば事態を悪化させる。オーストラリアが記録的な洪水に見舞われる中、 IPCC 気候変動に関する政府間のパネルからの新しい報告書はいくつかの厳しい真実を伝えています。インド経済の成長が鈍化した。世界の情勢緊張に相次ぐ原油価格の変動が重なり、数四半期にわたって目標が達成できませんでした。トヨタがサイバー攻撃を受けた。トヨタ自動車は部品サプライヤーの一社がマルウェアの被害に遭ったため、日本国内の全工場での生産を一時停止しました。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。面白いと思った方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。クォーツジャパンでは世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも2月19日からは世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える新シリーズ Portrait of Me がスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。山本ソニアでした。 Have a good day!